都合な真実にそっぽのリベラル市民を叱るタレント鶴野さん鶴野武史左翼を批判北京東京オリンピックで12日に放送されたフジテレビのワイドナショーにおいて北京東京オリンピックの外交的ボイコットについて鶴野武史さんが次のような発言をいたしましたあんだけオリンピック反対反対って言ってた人たちが 今回のこれに対して全く何も言わないことにすごく違和感がある。あんだけいろんな人権がどうのこうのといろんなことを騒いでいた人たちが全く今回のこれに対して、えー、今日のちょっと待てはですね、えー、朝面白かったですね今日ワイドナショーね、えー、鶴るのたけし君が出てね本当にあのー、よよほんまにもう。 ねえー、オンエアしていただけたなとか思うのでやっぱりああいうね、えー、意見があ,あるっていうのが素晴らしいしそしてそれを流していただいたね、えー、その番組もいい,いいと思いますよタレントの鶴野武氏が12日フジテレビ系ワイドナショーに出演し東京五輪での人権問題に声を上げたいわゆる市民とかそれを生やしたリベラル派が。 北京五輪の人権問題について無言であることに違和感があると疑問を投げかけた。北京五輪の外交的ボイコット問題で、日本が曖昧な態度を示しているという話題。国際政治学者のミューラル・レイ氏は、外交的ボイコットはアメリカ国内政治の話と分析。日本の対応として今の中国は積極的に仲良くしたい国じゃないので。 超軽量級のスポーツ、国際親善に限定した大臣を送ればいいと冷やかしを含めて合わせたダウンタウンの松本人志はいずれにせよ早く動けよと姿勢がはっきりしないことに苛立ちを見せたするのも何も日本の意見も言わずボイコットを検討って一番中途半端続けてあんだけオリンピック反対って言ってた人たちが今回のこれ 中国の人権問題に関して全く何も言わないことにすごく違和感があるんですよ。あんだけ人権がどうのこうのとかいろんなこと騒いでた人たちが全く言わないのかちょっと不自然とコメント。東京五輪の際には関係者の過去の発言などに遡って人権問題が指摘され騒動となったが。 北京五輪の現在進行形の問題に沈黙が続いていることに納得がいかないようだった。テレビ局はそのまま流している。日曜朝の TBS サンデーモーニングでも関口司会がついに中国批判をしだした。毎回、日本政府や米国批判を飽きもせずやっていたのにだ。総選挙を通じ、 日本の民意は穏健な民主主義を支持したいことが分かったメディアが生き残りをかけて方向転換したのかなマスコミがひいきしてきたリベラルは日本では変容していたことにやっと気づいたかそんなところへ中国外交報道官ホア順ー傍女が日本が謝れば必ずやけ死ぬとあはは左翼踏ん詰まりってかお聞きいただき感謝申し上げます